お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。青森競輪 G3 が決勝戦ということになっておりますので、11レース、12レース展開予想していきたいと思います。まずは青森競輪 400m バンク、直線が 58.9m と長いです。1着の決まり手、逃げ19、まくり27、差し54、圧倒的差し合い有利のバンクです。2着、逃げ16、まくり13、差し30、マーク40。ライン決着数字近い、ともにね、よく出るバンクということになっております。さあ、それではね、青森競輪11レースメンバーを見ていきましょう。1番菊池、2番園田、3番近藤、4番福永、5番鳥取、6番松村、7番神山、8番萩原、9番神山となっております。ラインを確認していきましょう。1、7、9。1番の菊池に7番の神山、9番の神山雄一郎が回ります。5番、2番、5番の鳥取に2番の園田、3番、8番、3番の近藤に8番の萩原、4番、6番、4番の福永に6番の松村ということで、3対2対2対2、ライン4分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。1番の菊池、バック16回、ホーム15回、逃げの決まり手が9、まくりが1、差しが0、マークが0、先行まくりで戦います。5番の鳥取、バック8回、ホーム9回、逃げの決まり手が3、まくりが2、差しが0、マークが0、先行まくりと、特に今大会はね、我慢したとき、粘りに粘っております。3番の近藤、バック4回、ホーム4回、逃げの決まり手が3、まくりが6、差しが4、マークが0と、まくり先行差し、自在タイプですね。4番の福永、バック11回、ホーム13回、逃げの決まり手が6、まくりが0、差しが1、マークが0と、先行まくりで戦っておりますということで、さあ、ここね、誰が先手を取っていくんだということで、バック本数的にはね、1番の菊池、そして4番の福永となっておりますので、この2人が叩き合う展開があれば、5番の鳥取、3番の近藤のね、まくりが決まるのかという流れでしょうか。スタートはここね、どうでしょう。スタート牽制多少入るのかなということで、1、7、9が前受け。2番の園田がいますので、5番、2番が中段。3番、8番が後ろ中段。4番、6番は外枠引いておりますので、後方からの仕掛けかなと。赤番で4番、6番が先行体制に入っていきます。前々勝負。3番、8番がいて、5番、2番、1、7、9と。あとはここで4番、6番、1、7、9の踏み合いがあるのかどうかというところなんですけれど、3日間の動きを見てましてね、やはり動きがいいのは鳥取じゃないのかなということで、鳥取の釜石がね、はい、炸裂するんじゃないかと。4番6番が前中段、3番8番が後ろ中段、179がね、後方からのまくる展開と考えましたので、まあこうなってくるとね、5番の番手を回る2番の園田さばいて抜け出すということでね、2番の園田から狙っていきたいと思います。抑えの方なんですけれどね、まあ、玉返しということで、1番の菊池が逃げていたとき、7番の神山が抜け出すということで、まずは本戦、2番の園田から5番の鳥取をつけまして、4番の福永がまくり横んでくる、3番の近藤隆二ともまくり横んでくる、1番の菊池も粘りに粘るというね、あ、2から5、4、3、1折り返し前、こちらが本戦ですね。そしてもう抑え、玉返し、もう玉返ししたくない人は無視していただければいいです。7番の神山からラインの前後、1番、9番をつけて、そして、そこに襲いかかってくる5番の鳥取、4番の福永、2番の園田がコース見つけて突っ込んでくるということで、7から1、9、5、4に折り返し、こちらの方でね、青森11レースは狙っていきたいと思います。さあ、 S 級決勝戦メンバーを見ていきましょう。1番中野、2番清水、3番和田、4番三谷、5番新山、6番内藤、7番吉田、8番四季雄、9番郡司となっております。ラインを確認していきます。9番3番、9番の郡司に3番の和田まくる、1、5、6、1番の中野に5番の新山、6番の内藤、2番4番、2番の清水に4番の三谷、7番8番、7番の吉田拓也に8番の四季雄ということで、近畿が並ばなかったということですね。2対3対2対2、ライン4分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。9番の郡司、バック7回、ホーム2回、逃げの決まり手が3、まくりが8、差しが3、マークが1と、まくり先行差し、自在タイプということで、ただし、郡司ね、バックを取る競争しても強いですね、ということでね、長距離踏めるのが、まあ、郡司の持ち味と。1番の中野、バック8回、ホーム4回、逃げの決まり手が4、まくりが5、差しが0、マークが0、期待の新鋭、先行まくりと、30連勝、すごいです。ここも、一気果敢の先生がね、見せ場作ってくれるんじゃないかと。2番の清水、バック3回、ホーム2回、
逃げの決まり手が1、まくりが1、差しが2、マークが1と、まくり、先行、差し、まあ、自在タイプ、オールラウンドプレイヤーと、まあ、うまくね、準決勝戦は位置取りからの差しが決まったということですよね。さあ、ここ、飛びつきがあるのかどうかと。7番の吉田拓也、バック5回、ホーム6回、逃げの決まり手が2、まくりが6、差しが1、マークが0と、こちらもまくり先行タイプと、差しはね、同じラインで若手がいればね、マークするということで、ここはね、粘りがあるのかどうかというところもね、ちょっと見てみたいところかなというふうには思います。スタートはね、ここスタート牽制が入ると思いますので、まあ、軍事が受けて立たないといけないのかなということで、9番、3番がスタートを取ると。そうなれば1番の中野が前中段が取れる1、5、6。後ろ中段を2番、4番が抑えて、7番、8番は外枠引いておりますので、候補からの仕掛けになると。赤番で7番、8番がインを切りに行きます。中段取り、2番、4番がいて、1、5、6、9、3と。あとはね、ジャンの合図とともに1、5、6が発進。7番、8番がインで粘るのか粘らないのか、もしくは2番、9番あたりがインで粘るのか粘らないのかというところが、ここね、レースの分かれ目になってくるんじゃないかなと。ただ、1番の中野のね、走り方見ておりますと、準決勝戦、前の選手がかかってたんですよね。それを、ジャンからホームにかけて叩きに行った。そして前の走ってる選手の番手の選手が、まあ、中野とか中野の番手の選手を飛ばしに行こうとしてるんですけれど、中野が外バンク走ってるんですよね。振りに行こうと思ったらもうバンクの上まで振りに行かないといけないんじゃないかというようなところで、まあ、中バンクから外バンクあたりをね、中野が走っているということで、あれはね、よそのラインのね、番手の選手、よほど性格のきつい選手じゃないと振れないんじゃないかなというコースを走っていくので、意外とライン決着というところがね、後ろのラインのことを考えて走っているんじゃないのかなというふうな、走り方に見えてるわけなんですね。ですから、こう、ダッシュの鋭い、スピードの鋭い選手、他のね、選手もいたと思うんですけどね、ボン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 後ろの選手ぶっちぎって、走っていたような、まあ、選手の走り方とはまだね、違うのかなということで、まあ、ここはね、はい、ラインをね、引き連れてというところ、そこに、まあ、SS 班の超一流の選手たちが飛びつきを観光していくのか、飛びつきを SS 班がするということは、一番の中野の力を認めているということになるわけなんですね。まあ、ここ、まあ、青森で走ってて S 級決勝戦ですからね、シビアに飛びつくということも考えられますけれど、まあ、中野、なかなかね、後ろのラインのことも考えて走るということで考えていけば、本命は、まあ、5番の新山から狙わざるを得ないのかなということで、再度、準決勝は3着になってしまいましたけれど、今回は、直線まで持つと思いますね。一番の中野が。番手まくりはいかなくていいと思いますので、まあ、しっかりとね、刺してくるということで、5番の新山から狙っていきたいと思います。そして、穴、大穴はということで、ね、一番の中野、この後ろがもつれたとき、要は7番か2番か9番がイン粘りをかけて、もう前段でごちゃごちゃになったときですね。一番の中野が堂々と押し切るというところまでしっかりと狙っていきたいと思います。まずはね、5番の新山から、1番の中野が粘りに粘ると。あとは7番の吉田、2番の清水、9番の郡司がまくり追い込みをかけてくるということで、5から1、7、9、折り返し前、こちらが本戦です。そして5からの抜け、6番の内藤のね、突き抜けはまあ、2車単で抑えておかざるを得ないと。そして、1番の中野の後ろでもつれた時ということで、9番の郡司、2番の清水、7番の吉田ということで、1から9、2、7、こちらの方をね、しっかりと2車単で抑えていきながら、大穴にね、なるんだったらここかなということで、9、2、7、5、2着全通り、3着に1番の中野が粘りに粘った時ということで、こちらの方をね、穴として狙っていきたいと思います。この青森ね、やはり中野どこまで暴れていってくれるんだと。SS 班、準決勝はね、1人倒しましたということで、ただし決勝戦は違うラインで、SS 班が3人いてます。この SS 班3人をまとめて、ホームに去ることができるのかどうか、1番の中野の先行力、勝っても負けてもすごくね、楽しみということがありますので、またね、面白い選手が競輪界にデビューしていただいたということがありますのでね、ここ、中野の動きに注目です。ただし、まあ、新山も今までこの東北の先頭、引っ張るだけね、引っ張ってきましたので、なんとか地元優勝を飾っていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。